予選5位ニュージーランドのアンジェラ・マクミラン、3年ぶりの優勝を目指してニュージーランドのアンジェラ・マクミラン、29歳のベテランです。今シーズンでの引退を表明、引退後はコーチになるという話です。一戦一戦思いを込めての競技です。最初のダブルタンデバーティカルも決まりました。落ち着いていますね。そうですね、もう円熟味を増した感じの演技になっておりますが、そこにパワーがしっかりと備わっている、そんな選手ですね。3年前のこの大会で優勝、今大会はもう一度優勝したいんだと意気込んでいました。ぜひその思いを届けてあげたい気持ちもしますが、いかがでしょうか。はい、あ、綺麗に足が揃ってます。はい、しっかりと垂直位に上げたフリーサポートでした。ハイブイからのスプリットランディング、決まりました。音楽に乗っている感じがとてもいいですね。勢いがついてきました。笑顔も印象的です。曲調が変わってきました。はい、曲調に合わせた構成がうまくできていると思います。芸術点に反映されるところですね。予選は5位で通過、世界ランキングは13位です。予選ではややエレメントのミスが目立ったんですけれども、決勝は十分にこなしていると思われます。さあ、ラストに向かっていきます。はい、勢いのある素晴らしい演技をしてくれました。気持ちが全面に出ていましたね。一つ一つの動きに思いを込めてというのが十分に伝わる演技だったと思います。慎重になるところは慎重になっていましたが、全体としては本当にダイナミックな演技を見せてくれました。女子シングルのトップのスコアは現在 20.150、 ニュージーランドのマクミラン、ここでトップに立ちました。20点台乗せてきましたね。はい、した表情を見せています。優勝はニュージーランドのマクミランに決まりました。優勝は今シーズン限りでの引退を表明しているニュージーランドのマクミラン、3年ぶり2回目の優勝です。2位はイタリアのビアンチ、3位にフランスのジョニー。A real sense of pride and pleasure when you finish a routine like that. So yeah, just extremely happy. It was one of my first international events as a many years ago, and to win, yeah, it's just unbelievable. Again.